皆さんこんにちは。今日はコスメ収納を一新したので紹介をしていきたいと思います。一度コスメ収納は紹介したことがあるんですが、見た目がごちゃごちゃしたワゴンとドレッサーとは言えない折りたたみデスク。とりあえず隠すためのファイルケースで実用重視だったので、インテリアとしては正直気に入ってはいませんでした。そこで収納力はもちろん、ナチュラルでモダンなインテリアを目指して新調することにしました。こちらが新しいコスメ収納とドレッサーです。 なるべく金額を抑えたかったので画面に映っている小物と家具を全て合わせてだいたい5万円ぐらいで作りました。ちなみに家具の選び方はポッドキャストで詳しくお話ししているので聞いていただければ嬉しいです。ではまずドレッサーを紹介していきます。ドレッサーはイケアのリルオーセンというデスクで竹のデスクトップに斜めになった白の足がユニークで可愛いので購入しました。 本当はガラスのデスクトップの方がいいとは思うんですがこれも加工されていて水が染み込んだりすることはないので掃除はしやすいですデスクトップには IKEA のトレーに美容液やリップマスクなどよく使うものを載せてビューラーはセリアのコースターに乗せて使っていますその上に無印のアクリル仕切りを置いてブラシホルダーを載せました前はセリアのクリアなケースを使っていたんですがインテリアのアクセントになると思ったので IKEA の鉢上にブラシを入れていますスポンジも小さい鉢植えに入れています。白の陶器にアクリルケース、コンクリートの色のトレイと竹のデスクトップという異素材を合わせることで単調すぎないインテリアになって個性が出る気がします。鏡は無印のもので、裏が拡大鏡になっているのと高さが調整できるのが気に入って購入しました。 使っていない時は太陽光が鏡に当たって火事にならないように湯沢屋で購入したレースをかけています。あとはさっきのトレイに入らなかった化粧水など毎日使うものはここに置いています。ティッシュケースはセリアで、ニトリのコースターは飲み物を飲む時だけ出して使っています。引き出しはこのデスクの最大のデメリットなのですが、高さが3.5センチしかなくて浅いです。でもそのデメリットを活かすために、左にはアイブロウペンシル、 パウダー、カミソリ。真ん中にはマスカラとアイライナー。右にはヘアゴム、ヘアピン、コンタクト、サンプル品など比較的小さくてごちゃごちゃしやすいものを収納しています。そしてこのカスタマイズされた仕切りはというと、すべて DIY で作りました。DIY と言っても難しくはありません。 まずダイソーのカラーボードという商品を高さだけ合わせてカッターで切って引き出しの中に枠を作るようにしてサイズを確認しながら長さを微調整します大体いい揃ったらダイソーのプラスチック接着剤をつけて引き出しの中に枠を作るだけですボードでもいいのですがプラスチック接着剤の方が速乾性があって使いやすいと思います枠ができたら収納したいものを並べてみて 先ほどと同様、仕切りを作って接着剤でつけていくだけです。この方法は安いのはもちろん、引き出しのサイズやコスメのサイズに合わせてカスタマイズできるのでかなりおすすめです。少し時間と手間はかかりますが、引き出しのサイズに合う仕切りを探す時間を考えると、さほど大変ではないかなと思いますし、慣れたら満足できる仕上がりになると思います。 そして壁に飾っている絵は iPad で私が描いたもので、ヘラのクッション、シャネルのリップ、マックのアイシャドウとブラシをモデルにしています。ロゴは消して私は T にしたんですが、自分のイニシャルとかで描いて飾っても可愛いと思います。額縁は全てダイソーで、モダンな感じを出したかったので黒にしました。ちなみに賃貸なので黒用のひっつき虫という練り消しみたいなもので壁に付けています。 椅子は楽天で購入したもので足が黒のものを選ぶことで額縁と合わせて上下で締め色になるように意識しました。続いてはラックです。この棚も k ケアで2500円という驚きの価格でした。一番上はフェイクの観葉植物と撮影で使う小物、キャンドルとマティエのメイクブックを飾っています。 2段目は香水を置いていて、右側は IKEA のバスケットに撮影で使うコスメを一時的に分けて置いています。3段目は今まで使っていた無印良品のアクリルケースを置いているのですが、飾りたいと思えるコスメを買ったらここに収納する予定です。4段目はニドリのファイルケースを3つ置いていて、クレンジング、スキンケアのストックとヘアケア、ボディケア製品などすぐには使わないものを収納しています。 本当は二つ機能収納ケースに入れたいんですが、このケースを捨てるのがもったいないので、今は布をかけて見えないようにしています。最後にコスメ収納です。ここまで楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。コスメ収納のための家具はずっと憧れていた、IKEA のアレックスという引き出しを使っています。6段タイプで背が低く、横幅が長めのものにしました。 この上にはイケアの竹製のトレイを置いていて、ここにもフェイクグリーンを飾っています。まだ買ってないのですが、華やかにするために増加のブーケも飾る予定です。あとは就寝時に使うボディクリームとハンドクリーム、ピロースプレーをここに置いています。今後ブランケットを購入したら、この上に畳んで乗せておこうかなとも思っています。では、お待ちかねのコスメ収納1段目から見ていきましょう。 一段目にはクッションファンデーションをメインに入れています。あとはコンシーラーとリキッドファンデーションが奥に入っているという状態です。仕切りは先ほどと同様に自分で作りました。手前は見栄えを意識して斜めになるようにしていますが、この引き出しは最後まで開かないので、奥は適当に手前に入らなかったものを入れています。二段目はチーク、ハイライト、シェーディングを入れています。 たくさん持っている方ではないので余裕のあるうちは斜めに入れて量が増えてきたら縦にして入れようかなと思っていますちなみにこの幅も持っているコスメを入れて角度を調整しながら決めました3段目は日焼け止めや化粧下地が入っています物によってサイズがかなり違うので難しかったのですが長いコスメは横に入れて短いコスメは縦に入れることにしました 場所によっては重なってしまうのが残念ですが、引き出し自体が浅いので、深い引き出しに重ねるよりかは取り出しやすいと思います。4段目はリップです。手前右は短いリップを縦に並べています。仕切りが少し斜めになってしまっているのが気になりますが、リップで埋まれば気にならなくなるかなとも思います。左側は長めのリップティントを斜めにして飾っている状態です。 この動画のために見た目を綺麗にしたかったので、ロマンドのものを並べてみましたが、普段使わない色は奥の仕切りにしまっています。大好きな 3CE のリップティントや Amuse のリップティントもここに入っています。5段目はアイシャドウとコンタクトです。アイシャドウはブランド関係なく形状が似ているものが多くて縦に並べられるので、一番綺麗に収納できます。エクセルとキャンメイクは縦長で同じですし、 ロムホリカホリカのアイシャドウは同じで、3CE はエスプアと同じです。横に長いパレットはロムとヒンスで、奥に海外コスメのサイズが大きいものが入っています。シングルシャドウとリキッドシャドウはなるべく仕切りを細かくしてあげて、奥にはコンタクトが入っています。私は眼科で取り扱いがあるようなコンタクト製品しか使いたくないので、ワンデアキビューディファインを4色ストックしてあって、メイクに合わせて使っています。 最後の段はネイル用品を入れてあります。どうしても重量があって引き出しが重さに耐えきれないということもあり、最後の段に入れました。本当はこんなにたくさん入れるべきではないと思います。奥の方にはストーンだったり、スタンピングネイルに使うプレートを収納しています。今回紹介したものはすべて概要欄に記載しておりますので、参考にしていただけたら嬉しいです。 これ以上収納を増やさないように今後断捨離の動画も出していけたらなと思っているのでぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ